今日の山陰地方も高気圧に覆われ、各地で猛暑日となりました。各地の最高気温は鳥取市で 35.5 度、米子で 35.3 度、島根県津和野で 35.6 度と多くの地点で猛暑日となり、島根県には熱中症警戒アラートが出されています。こうした中で食べたくなるのが、かき氷です。実は今日7月25日はかき氷の日。かき氷が別名で夏氷とも呼ばれることから、夏氷の語呂合わせや、1933年のこの日、当時の最高気温 40.8 度を記録したことにちなみ、かき氷を食べるのにふさわしい日として選定されました。鳥取砂丘前のカフェでは、砂丘に訪れ汗を流した多くの観光客が冷たいかき氷を求めて次々に来店していました。かき氷おいしい？うん、暑いから砂丘は暑いですね。食べたいよね、かき氷。美味しそうだね。寒くなった。寒くない。こちらの店ではオープン当初から人気のあった20世紀梨のかき氷に加え、鳥取県産とっておきをふんだんに使った今年の新商品、いちごかき氷の2種類をラインナップしています。梨なんかとても20世紀梨珍しいので、その氷が鳥取らしくていいなと思いながら鳥取来て嬉しいなと思ってます。やっぱりこの高浜カフェが鳥取砂丘で鳥取の観光地の目の前に立っているので、県外のお客さんがたくさんいらっしゃってて、そこで観光地と一緒に鳥取県の名産品を楽しんでいただけたらいいかなという思いで、鳥取県のものを作るってことにこだわっています。しかし、そんなかき氷にもウクライナ侵攻などによる物価高の波が。氷の輸送費やかき氷の容器など原材料費は全体で2割高くなっているということですが、当面の間は価格を据え置きのまま販売を続けるということです。気温も物価も下がることを期待しつつ、今年の夏を乗り切るためにかき氷で涼を感じてはいかがでしょうか。